つくば大学つくば大学つくばキャンパスつくば大学計算科学研究センターつくば大学計算科学研究センターはつくば市天王台一丁目にある計算機を用いた科学研究とそのための計算機技術の研究を行う機関である。2010年から共同利用共同研究拠点先般学際計算科学共同研究拠点の認定を受けて活動している。 略称は CCS。筑波大学は1970年代今つから科学技術計算用並列計算機 Pax、Pax シリーズを開発、制作してきた。これらの業績を基礎として1992年から物理学の研究に適した超並列計算機 CP-Pax の開発プロジェクトが始まった。また、同時に筑波大学計算物理学研究センターが 設置された。CP 一クスは1996年11月の完成時点に614グフラップスを達成し、世界のスーパーコンピュータトップ500リストの第1位を獲得した。筑波大学計算科学研究センターは2004年4月1日に計算物理学研究センターを拡充する形で設置された。物理学、高性能計算システム技術のほかに、 物質科学、生命科学、環境科学、情報学の各分野が加わった。2009年8月17日には、スーパーコンピュータ t 2、K、つくばを用いて、演習率を2兆5769億8037万桁まで算出したと発表し、当時の世界記録を更新した。この記録は2010年1月に、フランスの技術者によって破られた。 2011年3月11日以降の東日本大震災による電力危機に伴い大量の電力を使用するスーパーコンピュータの使用を制限し名古屋大学や京都大学の設備を借用する措置を取った。同年5月2日にはスーパーコンピュータパックス CS の運用を再開したが夏季に節電のために停止する計画があることを同時に発表した。 2015年4月に改装を行い、以下の8研究部門で構成されている。大規模シミュレーション、大規模データ解析を中心とした方法により、各分野における重要課題の研究を行う。それとともに、超高速計算機システムの開発、製作、及び超高速ネットワークに関する計算機科学、情報科学の先進的研究を行う。また、共同利用、 共同研究拠点として、二つのスーパーコンピュータ派、パクス、コーマを管理運用している。ありがとうございます。